和歌山人脈スクロージュ人脈塾というのは、和歌山で人脈を作っていってというような、文脈で書いていきますけれども、姫さんあるいはいろんなメンバーが和歌山以外でもいろんなことを学んできたものをこの和歌山で広げていって、そして和歌山でいろんなことの学び伝えていけたらいいなというところからスタートしております。もちろん人脈を作るというのも大きな目的にはなっていますけれども、会員総合に自分たちが学んでいくことを伝え合って、そして教え合って高め合っていけたら嬉しいな、地域発展に向上して寄与していけたら嬉しいなというところで、この人脈塾を始めております。で、もう13回やってると、いろいろと、ご意見をいただいたり、そして、もう一つ姫さんが、実は元気も出る会という会をやっておりまして、そことの区別がつかないという意見をね、常々いただいております。じゃあどう住み分けをしていったらいいのかなという話をして、皆さん意見を聞いたり、姫さんの話をしたり、いろんな方の意見を聞いてさせていただいて、こちらの方は皆さんテーマを決めてなんかやっていった方がいいんじゃないかっていうので、まず今回実験的に成功したければ、私がこんな感じで姫さんにぴったりのね、ちょっと上から見せるのに違いますけれども、テーマでね設定するっていうのはどうだろうかということで、今回のチャレンジ